サンマイスサンマイスとは、東京都江戸川区の火災海浜公園の沖合に、広がる自然干潟、浅場である。火災海浜公園に造成された、人工干潟を含めて呼ぶ場合もある。火災臨海公園付近の航空写真。人工干潟、東渚、なぎさ、西なぎさが見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成火災海浜公園の前面には、荒川と旧江戸川に囲まれた萩に、人工干潟に続いて、自然の干潟、浅場がある。干潟面積は、人工干潟を含めて64ヘクタール。三番瀬の約半分である。張り出し長さは、人工干潟を含めて1575メートルで、東京湾最大を誇る。三番瀬や番秋干潟より長い。 人工干潟は、前浜干潟で、東西の二つに分かれ、東渚ま西渚と呼ばれている。東渚は、全体で、面積38ヘクタール、延長830メートル、春節度でできている。西渚は、面積30ヘクタール、延長770メートル、山綱でできている。西渚は、一般公開されているが、 アズマ・ナギサは立ち入り禁止のバードサンクチュアリである。波打ち材には、名前の通り、人工・ナギサが作られている。アズマ・ナギサの砂浜は15ヘクタール、西・ナギサの砂浜は10ヘクタール。人工・ナギサは、魚介類や野鳥が生息しやすいようにする他に、砂浜に砕ける、波の作用を利用して、東京湾の海水を浄化する機能も持っている。 なぎさの間に水路を設けることで、牛尾通りをよくしている。自然干潟は、勾配が緩く遠浅である。水深は大部分が一日しおひらひと長面から0メートル以前で、深いところでも5メートル以下の浅場である。低質は砂質。アサリや、ゴカイ類のほか、マハゼやカレー類の産卵場所、生息地で、鳥類の餌場や休憩場所にもなっている。 会場からしか近づくことはできない。東京湾の日潟の大部分が消失した、現在、貴重な存在であり、ラムサール条約の登録地となっているほか、日本の重要湿地500にも指定されている。火災海浜公園にはこの他に、三日月日潟がある。これは、旧市住島の一部である。 1945年頃の河口のズエド時代以前は、現在の中川に利根川と荒川が流れ込み、さらに、渡瀬川が太日川となって、共に、東京湾へ注いでいた。そのため常に、大量の土砂を運び下流を堆積した。三枚巣をはじめとする下流域の浅瀬は、この二つの、大河川によって形成されたものである。東京湾では、 周辺地域を含めてその広さは136キロ平方メートルにも及んだとされている。かつて旧江戸川の河口には、浦安川に大三角や、小三角と呼ばれる広大な中洲が広がっており、昭和初期の大三角は、山本周五郎、青べか物語に、沖の百万坪として登場する。火災側にも火災海岸堤防の外に、しじみ島などの荒れ地、 干潟や三枚椅が広がっていた。江戸期以降から現在に至るまで、利根川、荒川、江戸川など、数々の洪水、治水対策事業がなされ、さらに、川口部も、埋め立てや、護岸整備、運河や、航路の開発とこれらの維持のための春節が進んだ。高度経済成長期に、深刻な地盤沈下と、工場排水により、沿岸が汚染され、 漁業被害のみならず環境悪化も進んだため、これらの地域の再生の機運が高まり、1965年、千葉県による浦安市の海面埋め立てと地造成事業、続いて1972年、東京都による火災置開発事業が開始された。埋め立てにより、大三角や小三角は消失、浦安市に帰属して舞浜地区となり、 東京ディズニーランドを中心としたリゾート開発が進められた。火災沖のしじみ島も埋め立てられて、江戸川区に帰属、精神庁、臨海庁となった。しかし、河川からの土砂堆積がないため、もはやこの地域で新たに浅瀬が自然形成されることは期待できず、浅瀬の保護とともに、環境や生態系の維持をどうするかなど課題は多い。 東京湾を取り巻く環境。2008年8月6日閲覧。日型ネットワークの再生に向けての P30。日型ネットワークの再生に向けての P4。人工日型の現状と問題点。2011年12月13日閲覧。ありがとうございます。